サウンドジュリアです。昨日の夜なんですが、 J ビール4344使いの方から緊急の電話が入りまして、なんとホーンドライバーからの音が歪むと、特にピアノの中高域キンキンっていうの音で割れてしまって、もう精神的にどうにかなりそうっていうことで早速外してきて今テストをしています。で、片側のドライバーやっぱり歪みますので、ちょっとその実験をしてみたいと思います。周波数発信機でスイープさせて音出しをします。じゃあちょっと聞いてみてください。ドライバーは800Hz から 2万Hz ぐらいまで、再生帯域になりますので、約1000から1万ヘルツぐらいまで入れてみます。3000Hz ですね。5000。1万ヘルツです。こちらのホーンドライバーの音は歪みもなく正常に出ていますね。じゃあもう片方に切り替えてみます。鳴らします。 1000Hz から、あ、割れましたね。 1500 割れてずっと歪んでますね。 3000、 4000、 5000、 8000、 1万。よくわかるのが 1000Hz から1500、ちょうど1500で、ここで歪みますね。ここからずっと歪んでますね。1万ヘルツです。これ以上はなかなか聞き取りが難しい周波数になりますので、歪んでてもあまりわからないかもしれませんが、この1000ヘルツ付近はすごく耳に飛び込んでくりますので、ここで、ああ、歪んでますね。はい。ということで、これからドライバーの中を分解して、鉄粉が入っているのか、ドライバーの取り付け位置がずれたのか、その辺を確かめてみたいと思います。一旦切ります。はい、ドライバーを分解しました。この状態で音を出して振動板の位置を少し動かすと、歪んだり歪まなかったりする部分があります。そこを調整して締め付ければ歪みは治ると思います。磁気ギャップの方も、このビデオを撮る前に確認したんですが、非常に綺麗で、その様子はブログの方にアップしましたので、動画の下にある URL をクリックしていただければ、見ることができると思います。ちょっとこの状態で音を出してみます。この状態で歪んでいるのが確認できると思いますが、ほんの少し動かすだけで歪みが止まったり歪んだり、非常に微妙なんですが、どっち方向に動かすと具合が良くなるかっていうのを確認して締め付けると、いい状態に持っていけると思います。どうもこれ自分から見て左側にちょっと寄ってると歪みますので、右側に寄せたり上に寄せたり下に寄せたりして、どこの部分が一番具合がいいかっていうのをちょっと確認しています。
態が、歪みが少ないいい状態だと思います。ちょっとスイープさせてみます。この1500Hz ぐらいでわっと割れてたんですが、今はいい状態ですので、ホーンついてないんですけれども、音圧も上がった感じがします。ちょっと締め付けます。15,000、もう2万ですね。もう聞こえないと思いますけど、1万は聞こえますね。14,000、15,000ぐらいから、ああもう微妙ですね。18,000ぐらいでも聞こえないですね。1万ヘルツ。いい感じだと思います。あとですね、この今ミノムシがつながっている部分に、このキャップからのリードがこうつながるんですが、こちらの接点部分と、あとこちらのリードのこの線をつなぐ部分から、ここの部分ですね、接点がありますので、これを外して磨いてスーパーコンタクトオイルでメンテナンスして戻します。そしてホーンを、接続して、歪まなければ、こちらのドライバーは終わりということです。でもう一方の方も同じように、処理をしませんと音圧が変わったり音色が変わったりしますので、同じ処理をして、メンテナンスを終わろうと思います。こんな感じです。また、本体の方にセットしたら音出し確認の動画も上げてみたいなって考えております。以上です。はい、ドライバーの分解、清掃、調整が終わりまして、組み上げました。ちょっと音出ししてみます。今こちらにつながっている方が、歪んでた方です。1500Hz ぐらいでピーって歪んでましたが、綺麗に音が抜けるように、1万ですね。1000から1万ですね。2万まで入れてみましょうか。2000、3000、4000、1万5000、6000、7000、8000、9000、2万ヘルツ。1万ですね。1万5000、2万、1万5000、1万ですね。6000、7000、8000、9000、1万ヘルツです。問題ないですね。じゃあ正常な方も、同じように音出してみます。でこちらの方は、なんとギャップに鉄粉が入ってましたけど、歪みはなかったですよね。鉄粉もきれいに取り除きました。1万ヘルツですね。
ちらも2万まで入れてみましょうか。1万5000、2万ですね。1万5000、4、3、2、1万1000、1万ヘルツです。1万ヘルツ。これ1000ですね。1万ヘルツですね。つなぎ直してみます。問題ないと思います。これで4344に、組み込んでみたいと思います。一旦止めます。ということで見事直してこちらの方に入りました。で、左チャンネルがピアノが歪む方のドライバーになります。で、右チャンネルは何ともなかったんですけれど、ちゃんとメンテして思わず回ってますんで、今からこのピアノの歪んだ音源を再生してみたいと思います。じゃあお願いします。落着ということになりました。以上です。